僕は思ったのは、まあ、要するにそのゴア王国とかソルベ王国がこののゴミの部分を焼き払ったじゃないですか,だか汚いものは消すっていう貴族の発想がある中でこの庶民たちをの部分を沈めるってものに何かこうなんかこう語生ってずっとこの人類に対してこの軽蔑感があるんですよ。虫,だ虫呼ばれとか してるから、一回洗い流そうとしてるんじゃないかなっていうイメージですね。この人間っていうか、人間たちを。で、この今ワンピース、この今週号で、まあ五メートルぐらいで世界沈むって言ってるんで、最終的に沈む。高さも、その程度なんだと思うんですよ。この、今ワンピースの世界。で、5メーター。まあ、例えば。あの。今後。まあ、イム様法。 ウラヌス使われるともうウラヌスって確定しちゃいますけどもウラヌスをイム様が使うとして何発撃つかって考えたときにでここで5メー,ターもありば大概都市は全滅だで5発撃つのってさすがにまんますぎるんでちょっとじゃあもうまんま言い過ぎだろっていう感じはしちゃうんで僕はやっぱその今ルルシア王国がイム様砲を撃たれたわけじゃないですか。で8カ国革命 って,いうのがあってこの世界政府に加入しなかった国に軍様法を打たれてあとだから7発打たれるんじゃないかなとはちょっと思ってるんですけどもじゃあ非加盟国全部に打つんじゃねえのかな。 その辺まだちょっと曖昧ですねな,なんかね打たなきゃいけないシーンがあると思うんですよね。マザーフレームとウルフナスはいやマザーフレームは燃料ですねだからもうえっとジャンもうズバリ言うとジャンプ的に言えないから言うけど要するに古代兵器っていうのは核兵器のこと言ってると思うんですよ単純な話。でこのマザーフレームっていうのは原子力原子力発電のこと言ってる。 ですよ、多分ね、まあ、核融合融合、うん、核融合炉でいいのかな、まあ、核ですよね要するにどっちも核核の話してるんですよでまあそのプルトンを作った時に設計図をずっとトムは設計図を残してたじゃないですかでそのの言ってたのがプルトン 誰かが暴走したときにそれが止めれるようにプルトン作れるようにしてる要はプルトンを2台作れるように2台目のプルトン作れるように設計図を残してたんですよまあそれも要は核の発想じゃないですか核抑止の発想だから核をお互い持っていれば打ち合わないよねっていう発想だと思うし そそもそもこれ「アトム」って書いちゃってるんでこのマザーフレームに A&MU で「アトム」で原子力の話してるんでもう多分これは原子力まあ核まあ僕もそんな全然詳しくないんであれですけどもまあ核融合がね人工太陽って現実世界でも言われてるんでマザーフレームはだから動力だって古代兵器そのものじゃないそのものではないでそれがある種 1一個のテーマでこの燃料ってものを何に使うかはそいつ次第じゃないですかでベガパンクはただこの燃料を生んだだけなんでっていう話っすよそいつが悪なのかどうかってだからダイナマイトと同じ発想ですダイナマイトを作った人が悪なのかダイナマイトを悪用した人が悪なのかっていう電気,で動く電気で動きますいいはい。 古代兵器は全部電気で動,くで動力が作ったのがメガックいや古代兵器が全部、えっと、この電力で動くかどうかまだ言い切れないと思います。すねえっと、今のところ<ー>俺はウラヌスが、えっと、マザーフレームを利用して動くのは確定だと思っててでもプルトンとポセイドンは少なくともポセイドンは海王類を使ってこう 動いてるわけじゃないですかまあウ動くっていうかファイオールを動かしてるわけだからまあ今のところ電力関係ないと言ってもいいですね、うん、じゃあプルトンは何なのかっていう話の時にプルトンももしかしたら燃料を使うもんじゃないのかもしれないですよねでも俺プルトンは 僕はずっとプルトンは水、えー、蒸気機関を使った兵器だと思って船蒸気機関車だと思ってる蒸気機関船か蒸気機関船だと思ってるんで。